雪吊りは冬の間、雪の重みで松の枝が折れないよう保護するため、毎年この時期に行われています今朝は冷たい雨が降る中、作業員が7メートルほどの松の先端から24本の縄を放射状に垂らし、雪の重みが枝に均等にかかるように、張り方を調整しながら結びつけていきました高山市内ではおととい、今シーズン初めての積雪となりました。 雪釣りは、中橋周辺や高山陣山広場など29カ所で行われ、街路樹の冬支度に観光客たちは足を止めて風情を楽しんでいました。